里友亭の前里貴です。古谷智子です。はい、で第5回の里友亭の放送がただいま終了いたしました。いたしました。放送じゃないや、収録が終了いたしました。いたしたね。いたしたね。今日はもうね、暑いんですよ。そうなんですよ、外やばい暑いんですよ。そうで、しかもあの雷が来てるかもしれないと。ないよね、危ないよ。私ね、雷が鳴ると泣くんです。そうなんです、ちっちゃくなるんです。え、ちっちゃくなる。ちっちゃくなるんです。ちっちゃくもなるし、本当に泣きながら帰るんで、実はあのちょっと今降ってないし鳴ってないし的なね。ね、早く帰り、早く帰りたい。お前実はね、そんなわけでね、今回はあのまあ一言で言えばカオスです。はい、カオスに、大カオスになってます。大カオスになってます。なんだろうね、夏の暑さにやられた感じの2人を、ぜひだいぶダメージ食らってる2人、ダメージ食らってる2人を見ていただきたいなって。見たいのかお前ら何してんだって言われそうですよね。ね、ツッコミがいっぱい入ってた感じの、はい、放送の収録でした。ぜひぜひね、ぜひ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 って言えるのかも。そんなにカオスかよっていう。かなり結構でもあの本当にカオスな2人が見られるので、第5回ぜひご視聴していただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、里友亭の前里貴と古谷智子でした。バイバーイ。バイバーイ。